仮犬を着た若き日の三条、耳、小族着用の図より仮犬の図。仮犬仮犬は平安時代以降の公家の普段着。もともとは仮の時に着用したのでこの名前がついたが、活動的であることから次第に普段着として定着した。その後、時代を経るに従って幸福としての色彩を増し、ひたたれに次ぐ4位の武家の礼服ともなった。 ただし、カリギヌ姿での三大は一切認められなかった。明治時代以降には新職の上層となった。カリギヌ装族の構成は、下着を着て、差し抜きを履き、カリギヌを着るだけである。また、立絵子を被る。普段着という性質上、カリギヌの色目、文様は全くの自由である。ただし、金時期は避けられた。なお、白色の無紋ギヌ。 無門差し抜きの形を上絵と言い、もっぱら真珠に用いられた。頬や脳詞と同じ襟紙という芯を入れた万両で袖の広い衣装だが、身頃は半分の一金で脇を縫わずに袖を後ろ身頃に縫い付け腕の上げ下げがしやすくなっている。脇の空いた部分からは一絵が見えるが現代の新色などは略すことが多い。襟の留め方は頬と同様に かげろうという留め具を受け口に引っ掛けるタイプのもので、形状の似る水管とは、襟で見分けることができる。袖には、袖ぐくりと呼ばれる紐が通してあるので、紐を引けば、巾着のように袖口が狭まった。この紐は、若年ほど幅広で派手なものを用い、以後だんだん目立たないものとなる。中世以来の伝統を踏まえて、江戸時代に完成したしきたりでは、元服後しばらくは、 菊くとじのない毛抜き型で、その後、薄平という、薄く幅広の組紐となり、中年では、厚さいという厚みのある組紐、老年では、より勝つといって右よりと左よりの紐二本を並べて、通したものにする。なお、裏のない仮ぬの場合、年齢にかかわらず、より、勝つを用いた。白こそでの上に一重を重ね仮ぬを着用する。帯は、 頭体と呼ばれるともぎれの布体を持ち、立栄星をかぶる。袴は現在は差し抜きあるいは鯖鎌が一般的だが、室町時代までは、下級貴族は六幅の白い麻布で仕立てた、軽快な狩りばを合わせた。さらに身分が低いと読のの狩りばを使うこともあった。狩り犬を着用した男性。京都市時代祭にて、狩り犬はともとの中産階級の人々の、 おしゃれぎであったふいに由来する。布という字からもわかる通りもともと、アザブ製の素朴なものであったが、動きやすさを好まれて貴族が、高刈りなどの衣装として採用し、平安初期には、上皇以下の貴族の日常儀になった。なら、平安前期には、の行行に具ブするものはすりごろもたが、その影響か初期の仮犬はすりが多かった。伊勢物語第一弾にも、 若紫のすりごろもが和歌に登場する。資料に限らない貴族の日常儀になると、生地も、綾などの高級絹織物となり、好意の貴族の着るものを、仮着のそれ以外を不意と呼び分けた。ただし、日常儀であるため宮中への出入りは認められなかった。平安時代中期には、国風文化の流星とともに、雅という価値観、美意識が広まった。貴族たちは、 仮犬の表地と裏地の色に工夫を凝らし、裏地の色が薄い絹を通して、表にほんのり現れる様子に優美な名称をつける色目が考え出された。ただし、上級貴族の場合、四十歳を迎え、四十の画の祝いの後は、老人とみなされ白い裏地しか使えなくなった。平安時代末期の陰性期に入ると、農師に続き仮犬で、隠語書に出入りすることが一般化する。 上皇本人も仮犬を着用するため、ふい、初めの儀式の後は自由に仮犬を着ることができるようになった。下着に白こそを使うようになったのもこの頃である。近世武家社会において、仮犬は礼服と認められ、武家では自重に任せられない4位の正月の江戸城の礼装とされ、無門のふいは旗本クラスの礼服とされた。ちなみに4位で、中城、少々、 自重に任ぜられる者の礼装はひたたれ、それ以外の四位が借りぎぬ、五位は大門、許された無位は不意、それ以外の無位は素を。江戸幕府では三位以上に上るのは、御三や御三教と前だけのみ、上級の大名は四位となる。その他の大名、皇家は五位に除せられ、六位以下への除任はなかった。また、将軍宣言や事など、将軍が、や、 遺憾などを着るときは、5位以上は、同じ装束を着たまた、4以上10以上も、国元などで仮衣を用いたが、徳川家を除く武家の仮衣は原則として、裏をつけることができなかったに、諸行5位以上も区下に順じて許可された。近世の区下では、天上人以上大納言以下、不意は、地下人クラスが三代に付き添う時などに着用された。なお、鎌倉時代以降、 国家の大臣以上は、この牛を使用したため、仮ヌを使用しない。上皇は、中世では、この牛と仮ヌを共に着ることができたのであるが、近世の上皇は、この牛が中心で、仮ヌの使用例はほとんど認められない。明治初期には、朝廷出資の際の礼僧になったが、明治5年に、大上官布告により、礼服が洋服となり、仮ヌは、幸福としての役目を終えた。 現代では、神職の上層として着用されている。神社本庁の制度では、2級以上は、裏のある仮衣を用いることができるが、3級以下は、式を通じて、単仮衣であって、身分の上下によって、裏をつけることに、制限のあった金世の名残を伝えている。なお3級以下は、無門の平衣もしくは、見聞者などの記事に限られているが、近年では、 ひらぎぬの仮犬を用いるものはまずいないし、社以外の記事も等級を問わず使用されている。3級以下の単仮犬は当然年活であるべきだが、この点も曖昧化されているようである。ありがとうございます。